皆さんこんにちは、たくみです。今回は今僕が乗っているこの Amazon で2万5000円で買ったこのバイクと、僕が普段乗っているコルナゴの C68、 これの2台を同じワット数で踏んだらどれぐらい違うのかというのをちょっと見ていきたいと思います。それでは行きましょう。じゃあ今回は200ワットで合わせて行ってみたいと思います。200ワットでどうなるか。じゃあそろそろスタートですよ。よーい、スタート。はい、これ Q ファクターがちょっと広いですよね。これね、 Q ファクター広いんでペダリングちょっとねしづらいかな。でもフレーム自体はマイルドなんで、まあ、ギア結構かけれますよね。ギアかけてぐいぐい踏んでいける感じ。あとこれね、下半がないんですよ。これ下半ないんで、下半掴めないんでね、結構下半保持大変なんですけど、やっぱりなんか重さを感じますね。流れるような感じがないんで、それはきついな。タイヤもあとね、まあ、転がり抵抗強めっすね。まあ、ゴムが肉厚なんでグリップ感はあるんだけど、そのグリップ感が重さになっちゃってね、なかなか進まない。さあ2キロ、あと1キロ、あと1キロ。はあ、まあ、疲れてくるとちょっと引きずってる感じ出てきましたね。後輪が引きずってる感じで、このワットの維持も結構きつめ。さああと 500m。よいしょよいしょよいしょ。ここね、回すってね、踏む感じで、きついきつい。あとサドルもね、こう肉厚なんですよ。これバリバリで、あ、ちょっとペダリングの妨げになってる感じは否めないですね。またになんかモコッと当たってるんで、あと 100m、 100m、 よしよしよし。はい、ゴールゴール。ああ、ああ、ああ、いや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 、なんか思ったよりはペダリングしやすい。やっぱフレーム剛性低いというか、まあ、鉄なんで、マイルドなんで、鉄はカーボンよりは踏みやすいんですが、まあ、それが直接速度につながってない感じですね。速く走るにはちょっと不向きかな。普段乗ってるコルナゴの C68 で走りたいと思います。まあ、もう乗った感じ、持った感じもめっちゃ軽いんで、なんかもう今からだいぶ期待はできるんですけど、なんかもう多分200ワットを維持するのがもう出過ぎちゃう可能性があるから、そう良い意味で維持するのがちょっと大変かなっていう気はしますね。で、まあでも、まあ3キロ走ってみないと分かんないんで、ちょっと走って違いを見てみたいと思います。スタート。あー軽い、めっちゃ進む、めっちゃ進む。いやー、やっぱハンドルもね、Q ファクターも狭いんで、すごいエアロな感じ、なんかもう薄い板の上に乗ってるような感じで進んでいきますね。ただタイヤもやっぱグリップが強いのは強いんですけど、地面を蹴ってる感じ、推進力に変わってるのがバシバシ伝わってきますね。さっきのは重くてグリップはしてるんだけど進んでない感じだったけど、今回のは進み方が違うんで、ぐい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 行きますね。このぐらいかな。さあ2キロ切った、あと1キロ、え、待って、1キロ、もう1キロ、早い。
まあ、あと前傾も深く取りますね。まあ、ハンドルスピードはあるんですけど、あと400、はい、このぐらいかな。あ、面の余裕が違う。300、はい、200、あと 100m、 はい、こんなんどっかな。はい、はい、終了。わあ、全然違う。余裕余裕。よいしょ。もっとスピード出せるけど、もっとスピード出せるんだけど、ワットが勝ちだとね、参考にならないんで。でも、いや、全然余裕、ほら、見てください。余裕です。ね、全然同じワット数で走ったと思えない。だから僕はですね、だから、アマゾンの時にちょっと頑張ってたってことですよね、かなり。ね。頑張って200ワット出してると、今回はもう出す、ね、頑張らない。むしろ抑えながら走る200ワット。全然違うっていうのが分かりましたね。あらら。全然違うわ。コロナ後の C68 で走った場合だと、4分38秒。平均が 38.5 キロ。でもちょっとワットがね、241平均で出ちゃってて、やっぱさっき走ってる最中も言ったんですけど、どうしてもね、踏めちゃうんですよね。出ちゃうんですよ。だからなかなか200ワットキープって大変で、逆にアマゾンのバイクだと200ワット出すのが大変なんで、190ぐらいで収まったんで、出しやすかったって言うとおかしいんですけど、であとはまあ感じたことは、やっぱりこう幅が狭い、ハンドルも幅も狭いし、そのクランクの幅、ペダルの幅の Q ファクターっていうところも狭くなってるんで、やっぱエアロを感じるんですよね。風を受けない感じがあるんで、もし何かグレードアップをする場合、ちょっとでも速くなりたいなと思ったら、ハンドル幅を狭くしてみたり、Q ファクターが狭くなるようなセッティングにしたりすると、より速く走れるかもしれません。あとはまあ Amazon バイク乗って思ったのは、乗り味はすごくいいんですよ。衝撃吸収性もあるし、あとはギアかけやすいんですよ。すごい。カーボンバイクだとギアかけるとそのままね、帰ってくるところあるんですけど、ね、ギュッと踏んだ時にちゃんと踏み込めるので、もし速度を気にしないでゆっくり走られる方がいたら、まあ、ああいうバイクの、ね、スチールのバイクでも全然問題ないのかなと思いました。はい、というわけで今回は、ね、Amazon の2万5000のバイクとコロナ後 C68 の、ね、乗り比べをやったんですけど、いかがでしたか。もしまあこのね、対戦というとあれかな、になんかコメントがある方はコメント欄で教えていただけるとありがたいです。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。